自分の心で面倒くさいとか諦めようとかなんか誰かがやってくれるとかね、なんかそういう、ものと戦ってきて、今もなんとかなるかなぐらいのちょっと甘い心があるのでそれに勝って最終的にはちょっと灯したいと思いますね。広島原爆で唯一残った原爆の残りに4号フランシスコは核や武器廃絶の象徴としてこの原爆の残り火を吹き消されました。そして過去の苦しみの象徴である原爆の残り火に代わって希望の火が上がりました。今放映の火の乱闘の中で燃えているのがその希望の火です。国や宗教や人種あらゆる壁を越えて平和という人類共通の意味をみんなで褒めて作るのです。子どもたちの心に平和への希望の火が灯ることで世界は変わる。今日教皇フランシスコの2歳の祭壇でこの希望の火が灯されます。そして皆さんの祈りが込められた希望の火は被爆国日本から世界へと飛び立ちます。核や武器のない幸せな未来の希望の火を世界中の人の心に灯すため、その希望の火です。国や宗教や人種あらゆる壁を越えて平和という人類共通の祈りをみんなで込めて作る日です。教皇フランシスコがまもなくパパモービルにて会場内を集合されます。スコアボードのオフィシャルテーラーソングでお迎えください。Bálsamo reparador, suenan las palabras del Señor a no inquietarnos, a confiar. Tres veces con insistencia nos dice: no se inquieten por su vida. できた。
希望だ。